いつもありがとうございます。アラシです。では、今回なんですけどね、次の新作ポケモンの複合タイプはということで、スカバイで登場する新複合タイプのね、予想についての動画となります。まあ、なので動画内容に関しましては、スカバイの新複合タイプ予想となります。ポケモンなんですけどね、新作ごとに複合タイプ、どんどんね、追加されていってます。次回のね、スカバイではどういう風なね、複合タイプが来るのか、そこをね、話していきたいと、まあ、予想していきたいと思います。で、新複合タイプが来たらね、結局どうなるのかっていうと、対戦絡み、かな、一番。メインストーリーとかは特にそんなに気にするのがポケモンじゃないから、対戦とかやり込み要素の中で、環境を変えたりして、まあ、そこが面白い。っていうのがね、ポケモンになりますので、まあ、ぜひね、楽しんでいきましょう。というわけでね、今後もポケモンのね、速報情報メインの、まあ、こういう風なね、予想動画とかもガンガンね、上げていきたいと思いますが、よろしく。チャンネル登録、よろしく。お願いいたします。では、行きましょうか。で、現在のね、未発見複合タイプの組み合わせ、まずこちらをね、話していきたいと思います。現在ね、16種類のね、複合タイプがね、未発見となっております。で、ちょっとね、各自説明するとめちゃめちゃ長くなるので、パッと一覧でね、出させていただきます。ノーマルがやっぱりね、複合タイプ少なくなっております。で、これ、現在ね、16タイプなんですけどね、今後ポケモンずっと続いていったら、未発見、まだね、組み合わせ見つかってない複合タイプっていうのがなくなるよね。ってなった時にまた新クラス、まあ、すいません、新タイプとか来るのかなとか思いながら、このね、表を作りました。で、新複合タイプ、ここからね、予想とさせていただきます。まずはね、炎フェアリータイプ、これ来そうかなと思います。で、火の妖精、とか炎の妖精とかっていうのはね、物語でもよく出てくる存在となっております。まあ、なんでそろそろポケモンとしても自然な流れで実装できるのかなと思っております。で、続きましてね、こちら虫ドラゴンタイプ、これなんですけどね、今作スカバイのテーマになっている、テーマというか、まあ、スペインがテーマと言われてるんですけどね、まあ、そちらがあるヨーロッパの方にはね、ワームという手足のないドラゴンのね、伝説があるので、まあ、そこから引っ張ってきて、実装しそうじゃない？ポケモン素直だからね。変な考察とかじゃなくて、もうストレートにバッてくるからね。ね、虫ドラゴンタイプ。まあ、そして三つ目がね、ノーバルトの複合タイプ。こちらね、翡翠ゾロアークとかミニーブが登場したため、新複合タイプも来そうということで、翡翠ゾロアークがレジェンズ。で、ミニーブがスカバイ登場予定。もうなんでミニーブがすでにね、もう、新複合タイプ。で、来ること分かってるんですけど、その他の複合タイプ、まあ、ノーマルの方がね、複合タイプ、まだ実装されてないものが多いので、そこら辺が来るのかなと、予想をね、させていただきます。というわけで、私の予想といたしましては、ちょっと最後ね、幅広くて申し訳ないんですけど、ここら辺が来るのかなと、思っております。まあ、そして若干ね、新タイプとかをね、ここら辺で実装しても面白くなるのかもしれないかなと思ってるんですけど、任天堂さん、どうなんでしょうね。というわけでね、まとめていきますと、現環境を武器を合わす新複合に期待ということで、やっぱりね、環境っていうのはね、どんどん変わっていくと面白いからね、Apex とかでもね、まあ、どんどん、ね、新レジェンド実装されて、まあ、武器とかもね、調整とか入っていくじゃないですか。だからね、ポケモンの方も、まあ、やっぱりこういう風な、なんだろう、まあ、ポケモン禁止とか、まあ、そういう風なルールで、ね、対戦の、調整っていうのはできるけど、やっぱり新複合とかが見つかってからの組み合わせによる新たな可能性とかが面白いので、ぜひね、実装してください。新タイプも期待しております。というわけでね、今回の動画は以上となります。今後もね、ポケモン関係の情報、どんどんね、届けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちなみにね、私の方はね、リザードの方がね、好きなので、炎関係で、何かね、爆発してくれると、すごく嬉しいです。ではでは。